はい、皆さんご機嫌いかがですか。田中大輝でございます。今日僕はですね、イタリアはミラノに来ています。で、この後ろの建物分かりますかね。これ、サンタマリア・デッレ・グラッツェ教会という教会なんですけれど、ここにですね、ダヴィンチの最後の晩餐が展示されてあるんですよ。展示されてるといったらおかしいですかね、こう書かれているんですよね、壁にね。で、それを見るために本日来ました。やっぱりね、前回ね、パリのルーブルでモナリザを見たのでね、最後の晩餐というやはり大作をね、やはり見てみたいじゃないですか。なので今回はイタリア・ミラノにやってまいりました。はい、それでですね、ここのですね、最後の晩餐なんですけれど、これがね、なかなかね、見れないんです。これなぜ見れないかと言いますとね、普通まあモナリザだったりしたら、こう美術館にこうね展示されてあって、それをこう入場してみんなでこう見ていくっていう感じじゃないですか。でもね、ここはね、こう壁に描かれているので、まずね、20人から30人ぐらいのねグループに分けられるんですよね。で、その壁画というか、まあ、壁に描かれてある絵を見る部屋に20人か30人入って、で15分間だけ見ることができるんです。で、その後また違うチームがですね、20人か30人がこう入ってくるという、こういう入れ替え制なんですね。なので事前のね予約が必要なんです。でですよ、その事前の予約が全く取れないんですよね。僕はね、まあ、なんとかねこうゲットしたんですけれど、これ本当にね競争率が高くてすごく苦労しました。でね、僕がどうやってねこのチケットをゲットしたかというとですね、それはね日本での話になるんです。はい、僕は今日本にいます。見てください、これがですね、最後の晩餐のチケットを予約するページなんですよね。で、こうずっと下を見ていくと、ここにですね、予約できる日がですね、こうオレンジ色に出るはずなんですけどね、ほとんどオレンジ色で予約できる日がないんですよね。で、これね、本当に1週間ぐらいね、何度も何度も確認したんですけれど、ほとんどここに出ないんですよ。これはですね、やはりですね、世界中のね人がですね、この最後の晩餐を見るためにですね、このサイトにアクセスしてチケットを予約していくので、全く空きが出ないんですね。それでね、いろいろこうサイトを調べてみると、電話でね、予約するとしやすいみたいなことも書いてあったんですよね。で、ここページをちょっと切り替えますと、ほら、わかりますかね、ここね、ここにね電話したら、チケットが取りやすいっていう話だったので、僕ね本当に何回も電話したんですよ、スカイプで。でもね、全く繋がりません。 4,5 回繋がりましたかね。で、 4,5 回繋がったんですけれども、何日のチケットありませんかっていうことを聞いたんですけれども、全くなかったですね。ですから、予約するときにはある程度前もってここに行くことを決めておくか、もしくは、何日か予定日をね、2、3日取っておいて、そのうちのどこでも行けるっていうようなスケジュールにしないと、本当にね、見るの難しいですね。で、これね、普通だったら定価でこのサイトで買うと、定価12ユーロなんですよ、チケットはね。でね、旅行代理店とか、ツアーに参加して見れるっていうようなコースがあるんですけど、そうなるとね、やっぱね、値段もものすごく高いんですよね。本来ならね、12ユーロで見れるものが20ユーロ、30ユーロ、40ユーロしていますんで、もったいないかなとは思いますね。まあでもね、どうしても日が合わないとか時間がないとか言うんであればですね、代理店などを使うっていうのもありかと思います。それでですね、僕がどうやってねチケットを取ったかと言いますとね、パソコンからじゃなくて、スマホから取ったんですね。スマホでこのページを見てですね、もう外出していても、夜でもね朝でもね、このページを見てね、ここにですね、こうチケットのこう予約できるこうオレンジ色の表示になっていないかというのを本当に見てました。1日10回も20回も確認していましたね。そしたらですね、運よくですね、僕がですね、狙っていた日がですね、ポンとこうオレンジ色になってですね、予約することができたんですね。はい、というわけで、そうやってね苦労してですね、日本でチケットを
取ることがなんとかできました。なのでですね、今回、はい、ダヴィンチの最後の晩餐見ていきたいと思います。素晴らしいですね。ここには立体的な彫刻が展示されていますね。またですね、最後の晩餐ばかりが注目されていますけども、逆側にもですね、大きな絵があるんですね。最後の晩餐見てまいりました。すごかったですね。圧倒されましたね。やっぱり書かれているね、この場所がね、こうドーム型になっていて、それがね、すっごく雰囲気いいんですよね、やっぱり。なんかね、雰囲気に圧倒されちゃいましたね。でもですね、やはりチケットがね、なかなか手に入らないみたいですね。僕がチケット引き換えに行った時もたくさんの人がね来てたんですけれども、当日券はないです、当日券はないですって皆さん断られていました。ですからチケットのね事前予約はね必須だと思います。それでは皆さんも一度チャレンジしてチケットをゲットして最後の晩餐見に来てはいかがでしょうか。はい、それではさよなら。ああ、もしもし。